今回はスケベな詐欺業者に群がるおじさんたちの地獄のリプランを見学するわよ。本気にしてそうな人多いもんな。そして後半はオプ主が業者に突してまた切れられるわ。それではズンダモン早速まとめてね。はい。闇のズンダモン。とりあえず適当にこのアカウントにするか。若いうちにたくさん食べたい。食うの好き。なんて素敵なんでしょう。いい脇だな。脇こきして。何よ脇こきって。脇こきというのはですね。説明いらないから。ではこのアカウントのポストを拝見します。私にさせてくれる人はいますか。の人とか自信ないなら私で一度どう。慣れてるから大丈夫だよ。本日いいねくれた人の中から DM してお手伝いしたいからさ。どんなリプがあるか楽しみね。それな。夢みたいなことがあるのかな。なかなか元気ない息子持ってます。草よろしくお願いします。やろか。ぜひお願いします。 DM お待ちしてますね。大阪52歳です。丁寧をモットーにしてます。好きで1時間は余裕です。29日に神奈川へ泊まりで出張です。めったにないですよ。とまあこんな感じなのだ。初手からなかなかどぎついわね。ところでこの人はどんなサイトに誘導してるの。ちょっと見てみっか。なんかパイオツいっぱい出てきた。ハッピーメールとか PC マックスとかの老舗で IK のアフィね。アフィリエイト報酬は PC マックスは4000円、ハッピーメールは最大5500円か。昔より単価上がってんな。20年以上の老舗サイトだから登録する人が減ってるのかもね。ほんと昔からあるよな。もう一個の方のリンクは同じように出会い系サイトのリンク集だけど、これは出会えない系サイトだな。見たことないのばかりね。超怪しいからちょっと見てみてよ。オッケー、これにすっか。累計マッチング100万件突破だって。はいはい、すごいすごい。とんでもなく安っぽいサイトね。ほんとそれな。女性のプロフィール見てみてよ。そうだな、沖縄県で見てみよう。プロフィール写真全然ないじゃない。ダマスキアンのかよ。おお、1995年の AV 女優みたいなやついるぞ。ほんとだ、画質荒いわね。なんだこれ、誰か鼻毛を抜かせてくださいだって。ピンセット小山さん31歳。鼻毛を抜く時のあの感覚がとてつもなく小僧ロップに染み渡るんです。誰か私に鼻毛を抜かせてください。私を感じさせてください。息のいい鼻毛の持ち主待ってます。これはちょっとメール送りたくなるな。闇のズンダモン。さて次の地獄のリプラン見るわよ。サクサク行くぞ。私とデートで会える方いますか。18歳以上の方なら経験や容姿は気にしないよ。童貞や年上のおじさんも好き。お会いできたら素晴らしいと共有して何度も何度も泣かせてついてあげたいな。ついてみたいです。週末会いませんか。攻めるのが好きなので受け身な人だと嬉しいです。お手合わせ願う。侍かよ。楽しく会いませんか。デート希望です。はじめまして、五反田駅東口のカームホテルのロビーで待ち合わせしませんか。交通費プラスご礼します。ピンポイントで指定してきた。どんなホテルなのかしら。なんか普通というか。部屋の中はまあ普通だな。そうね。てかこの看板なーに。まんまマニーだと。どういう意味かしら。風俗情報サイトが運営する女性向け求人の看板だから、おまんまん使って稼げってことじゃね。あらま、湿度型ってやつよ。そんなこと言っちゃダメよ。ごめんなさい。はい、次に進め。ネットで知り合った男性しまくってる友達が周りに多いので、私もそういうアカウントを始めてみることにしました。勝ち時に来れますか。お前が出向けよ。市販のゴム入らないですけどいいですか。そうなんだ、すごいね。素敵なおじさんばかりね。てかやばい、プロフィールの人見っけたのだ。この人なんだけどさ。外国人と女装男子は完全に NG です。男も完全に NG です。日本人以外 NG。過去女も NG。ニューハーフも NG。あのさ、なんであんたが選べる立場だと思うの？女性は愚か。女装男子もニューハーフもあんたのことをお断りだよ。みんなが無理だよ。こういうおっさん本当にキモい。後がちで心配になったやつあった。これなんだけどさ。別に普通じゃない。いや、この人のプロフ見たら愕然としたぞ。自分が経営してる建設業の名前とホームページ載せてんだわ。これだけじゃなくて他のスケベとお香にもリプしてるし。それはちょっとまずいわね。まあさすがにここでは映さないけど。それがいいわね。闇のズンダモン。ところでズンダモン、プロフィールにアフィリエイトリンクやママ活サイトの URL 貼ってない業者って一体何目的でやってるんだろうね。そうだよな。でも大体 DM してねとかって書いてるのだ。
それではズンダモン。やだ。DM して超境しね。どうせプヌシのアカウントだからいっか。そうよ。とりあえず適当にこのアカウントでいいか。そうね。キモいおじさん構文のように送らないとな。はじめまして。東京に住んでおりますが、どこへでも行けますよ。どうすれば会えますか。ちゃんとキモくていいわね。この絵文字の感じが絶妙にキモおじだよな。キモすぎて返信来ない可能性あるから他にも送っておきなさいね。はーい。次の餌食はお前だ。38歳東京在住の現役ビンビン丸です。平日でも週末でもいつでも優先しますよ。運命の出会いに感謝です。またこれも絶妙にキモいわね。まあいいで、念のためもう一人送っておくか。そうね。ママ活したい人募集。 DM におっぱいって送ってね。おっぱいおっぱい、あなたに会いにどこへでも行きます。いや、どこでも行きます。すぐに行きます。キモ。とりあえず返信待つで。18時間後。最初に送った2人は返事来ないけど、3人目は返事来たぞ。あんなふざけた DM したのに返事来たのね。お返事遅くなってごめんなさい。ママ活希望の方ですね。まずは年齢とお住まいを教えてください。28歳東京です。そうだったんですね。ごめんなさい。私北海道で募集しているので、もしよかったら私の知り合いで紹介できる方がいるので紹介できますよ。よろしくお願いします。なんか新しいパターンね。だよな。こっちのサイトで連絡取りましょう。とか言って出会い系サイトに登録促してくると思ったんだけど。ワンクッション置いて何を企んでるのかしら。2時間後。来た来た。わかりました。こちらのラインを追加してメッセージ送ってあげてください。まさかあのパターンかしら。その可能性高いな。とりあえずお礼の返信しておきなさいね。お礼は大事だよな。ありがとうございます。興奮して夜しか眠れません。よし、早速ラインを送ってみるべ。すぐに自動返信来るだろうな。はい、来た。友達追加できましたか。できたから返信来てんだろうが、ボケが。会話続かなくなるからちゃんと返信しなさい。はい、バッチリっすね。よろしくなのだ。40分後。ママ活紹介担当です。お前は紹介希望か。あれれ、いきなり業者間出てきたわよ。さっきの文章からするとさ、他に紹介できるママがいるから直接連絡取ってねってことだと思った。そんな感じだったわよね。だってこれさ、ちょっとみんなも見てくれよ。私は北海道だからごめんなさい。私の知り合いで紹介できる方がいるので紹介しますよ。だぞ。まあ、どちらとも取れるわね。紹介できるママがいるから紹介するよって意味と、ママを紹介できる仲介者がいるからそいつを紹介するよって意味と、みんなはどっちの意味に聞こえたかしら。でもさ、頑張ってくださいねって言われたらちょっと勘違いするのだ。まあ、確かにママとやりとり頑張ってねって思っても仕方ないわね。とりあえず返信しなさいね。今の疑問をぶつけてみるか。あれ、ツイッターでママ活募集してる人から他に紹介できる人いるからって言われたから、てっきりママと直接連絡取れると思ったのだ。まあとにかくママ活希望で間違いありません。相手はどう出るでしょうね。20分後。ママ活希望だったら案内進めるけどいいか。よろしくなのだ。30分後。返事来ないわね。スタンプだけで返事したのがまずかったか。というよりも、最近ママ活業者に突しすぎてズンダモンが警戒されてるんじゃない。そんなこと言われても。既読無視になってるからもう一回送ってみたら。そうだな。まだですか。とりあえず待ちね。10時間後。お前まともに会話できなそうだから対応できないわ。返事はいらねえ。怒ってる。やべえ。謝罪しなきゃだな。ごめんなさい、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 ごめんなさい。しつこいです。あら、返事くれた。ごめんなさい。紹介してください。7時間後。ダメだ。既読無視だわ。サイト登録の案内来なかったわね。もしかして本物のママ活紹介だったのかしら。チキショウ。だとしたらもったいねえことしたな。七味クリーンチャンス逃したぜ。サイト登録目的の詐欺なら、相手がどんなにバカでも URL くらい送ってきそうなのにね。だよな。一体何目的だったんだべ。みんなはどう思う？なんか物足りないから愛しの東さんの声で抜こうぜ。そうしましょうね。これに電話して切れられたのよね。そうそう。業者と電話するところから始めるぜ。はい、お名前とお年齢をお願いいたします。伊藤誠です。はい、おいくつですか？竿は1本で玉は2つです。はい、ありがとうございます。お仕事のご紹介を希望ということでよろしいですか？あのポスター見て電話してんだからそれしかねえだろ、このボケかす。
かしこまりました。それでは折り返し2、3時間以内にお電話入りますので、お電話を気になってお待ちくださいませ。はあ、2、3時間も待たせんのかよ。しゃあねえ。快活クラブに移動して待機すっか。指揮所、移動中に電話が来たけど出なかったから出直してにっか。タイミング悪いな、あいつ。フリーコールでおつなぎしています。初めてのお問い合わせですか？2時間くらい前に電話したんですけど。はい、お名前何様でしょうか？伊藤誠。折り返し電話くれるって言われたんですけど、電車の中だったので出ませんでした。ああ、そうなんですね。かしこまりました。それでは申し訳ないんですが、順番になりますので、電話を切りになってお待ちくださいませ。どのくらい待つのだ？そうですね、2、3時間以内にお電話できると思いますので。ふざけんなよ。今こうして電話してんだから今話せよ、このボケカス。なんだこいつ、ちょっと切れ気味に話しやがって。クソが。ずんだもん頑張れ。筋トレして待つしかねえなこりゃ。2時間半後。もしもし、伊藤様でお間違いないでしょうか？そうだけど。先ほどポスターをご覧いただきまして、お電話ありがとうございます。マジよせ。ご説明いたします。私、東と申します。東さんね。はい。お仕事の内容ですが、映画を見たり、お食事したり、お買い物をしたり、美術館に行ったり、オーケストラを聴いたり、女性の趣味もお付き合いになりまして、女性の方が不動産経営、個人事業主、投資家などがご登録いただいております。へぇ。お食事代ですとか、デート費用、娯楽費は、女性がお支払いする決まりになっておりますので、ご安心くださいませ。そうなんだね。デートの帰り際に女性からお礼がいただけまして、2時間から3時間で2万円から3万円いただけますので、時給1万円の計算になります。あ、そう。お住まいは都道府県何県にお住まいでしょうか？都道府県って言ってんのに何県にお住まいでしょうかっておかしくね。はい。まあいいや、東京ですけど。はい、お仕事何されてますか？労働はしておりません。あ、もう一度よろしいですか？2回も言わせんなよ、欲しがりだな。はい。はい、じゃないが。アルバイトとかもしてないですかね？だから労働はしておりません。はい。今どのように生活されてますか？しこって寝るだけです。あ、はい、かしこまりました。現在独身でいらっしゃいますかね？逆に聞くけど、こんな奴と結婚する人いないでしょ。はい。はいって、おめえ失礼だな。ご実家暮らしですか？お一人暮らしですか？僕が一人暮らしだったら家に来たいってことだね。はい。ちょ、へぇ。それでは今お住まいのご自宅から交通機関を使いまして、1時間以内の方でマッチングした方を3名様、お顔写真付きのプロフィールを郵送で送りますので、3人の中からお一人選んでいただいて、記入していただく用紙と返信用の封筒が1枚ずつ入ってますので、ご自身のお名前と携帯電話の番号を記入しましたら郵便ポストに入れていただいて、女性から直接お電話が入りますので、ご自由におデートをスタートしていただきます。了解。このキャンペーンでご入会金付き会費、登録料が免除になっておりまして、個人情報が厳しい時代なのはご存知でしょうか？うん。はい。お顔写真付きのプロフィールを無料でばらまいたりですとか、個人情報の流出が法律で禁止されてるんですね。はいはい。はい。弊社は仲介会社になりまして、女性からも男性からも3名様分の個人情報提供料をいただいております。それ個人情報保護法関係なくね？ああ、そうなんですね。それでいくら下げるつもりなのだ？3名様のご紹介で 32,780 円でご紹介できますので。高えよ、ボケが。はい。男性の方はお一人の女性と1回デートをするだけで相殺されます。元が取れるんですね。相殺されます。元が取れるんですね、じゃねえんだよ。相殺の意味くらいわかるわ、舐めてんのか。はい。2回目のデートからどんどんプラスになりますので、お仕事をされてる方で雇われてる方ですと、本業のお仕事より収入を取ってる方がたくさんいらっしゃいます。こんなニュース並べて惨めにならない？はい。で、なるべく早めにおデートスタートされますと、早く収入を取ることができまして、最短で今週の水曜日、プロフィールをお届けできますが。よし、ここから俺様のターンでいいか？はい。報酬の2万円は確実にもらえるのか？時給が1万円になりますね。じゃあ確実に時給1万円はもらえるってことでよろしいか？そうですね、はい。その言葉飲み込むなよ。わかってんな。はい。それから、身体的に不安なことがあるんだけど聞いてくれよ。はい。はい。ハゲでデブなんですよ。そうなんですね。
そういう男でも大丈夫なのだ。とデブってのはどれぐらい太ってるんですか？クロちゃんくらい。まあそうですね、それぐらいでしたら問題ないですけれども。ならよかったです。はい。ハゲも問題ないのだ。はい、大丈夫ですけど。身長も小さいけど。何センチですか？何センチってか枝豆くらい。全然小さくないと思いますけど。あと一番気がかりなことがあるんだけど、聞いてもらってもいい？はい。僕、脇がなの。はい、いたずらでしたらやめていただけますか？くっそ切れられたんだけど。いきなり切れたわね。特に怒るようなこと言ってないと思うんだけどね。脇がにトラウマでもあったのかな。それにしても沸点低すぎじゃない？てかさ、まだまだ質問したいことたくさんあったのに、なんだあの甘いきなり切れやがって。どんな質問を用意してたの？20個くらい用意してたんだけど、特に聞きたかったのは、電話だけのやり取りで結局会えないという体験談や、実際にデートしたけど5000円しかもらえなかったという話について、それからホームページに会社の情報が一切記載されていないから、お宅の会社の住所を教えろということ、そして最後に、今お話ししてるお姉さんの声がとても素敵なので、逆にお金を払うからデートしてくれませんかと持ち上げて、最後の最後に、詐欺に加担してるという自覚はありませんかと問い詰めたかったのだ。真面目に質問を用意してたのね。お利口さんね、ずんだもん。なのにあのクソアマ、電話ガチャ切りしやがって、あの野郎。でもサムネに書いてあることだけでも聞けてよかったじゃない。まあそうなんだけどさ、もっとバチクソに冷たかったのに。指揮者でもなんで摘発されないのかしら。明らかに詐欺なのにね。詐欺師東さんのキレっぷりには驚いたわよね。マジそれな。まああいつらの味と知ってるから、今度突撃に行こうかな。そうね。ってことで今回も最後まで見てくれてありがとうね。ありがとう、パイパイ。